生懸命考えてきたので聞いてくださいね。モイシャカレーボンバー、トップをもぎ取るためにやってきました。アイドル界の革命児、ラジオ豊野のリングに今登場です。この試合に全てをかけて、体力気力の尽きるまで全身全霊喋り続けます。全力トライ、全力アタック、全力熱血、日野茜。え、違う、オープニングトークって前工場のことじゃなかったんですか？どんまいどんまい、気にしたら負けですよ。それでは番組スタートです。デビュー特別企画、目指せシンデレラナンバーワン。デビューしたての新人アイドルたちが明日のトップアイドルを目指して、アイドル力をアップするべく精一杯頑張る番組、目指せシンデレラナンバーワン。パーソナリティの日野茜です。パーソナリティってなんだかよくわからないですけど、なんか強そうでかっこいいですよね。パーソナリティになった以上は全力でパーソナリティ界のトップに立てるよう全身全霊で頑張ります。やるからにはトップ、優勝を狙わなきゃダメじゃないですか。私手は抜きません。え、この番組はトップアイドルを目指すために頑張る番組です。あー、そうでしたそうでした、私トップを取るためにアイドルになったんでした。この道はトップアイドルになる道さ、迷わず進めよ、行けばわかるさ。よし、気合十分です。それでは自己紹介をします。はじめまして、日野茜です。8月4日生まれの17歳、趣味はラグビー観戦、好きな食べ物はお茶です。お茶は飲み物です。あ、そうですよね、好きな飲み物はお茶です。よろしくお願いします。それから好きな飲み物はカレーです。カレーは食べ物です。あ、そうでした、じゃあ好きな食べ物はカレーです。おお、今の自己紹介は正解ですね。やりました。それじゃあこの調子でどんどんいっちゃいますよ。よろしくお願いします。最初のコーナーは特訓。おお、特訓ですか、みなぎってきました。完全に私のためのコーナーですね。何からしましょうか、走り込みですか、タイヤ引きずりましょうか。そうですよね、このスタジオじゃできないですもんね。じゃあスクワットいきます。1、2、3、4、5。スクワットでもないんですね。それじゃあどんな特訓メニューなんですか。私ワクワクしてきました。台本をちゃんと読んでください。台本、特訓、思い出トークで昨日の自分自身と向き合おう。思い出トークで自分自身を見つめ直し、自分の魅力を再発見しちゃおうというコーナーです。ああ、思い出を話すコーナーだったんですね。でもこれってどこの筋肉が鍛えられるんだろう。あ、わかりましたよ、これはアイドル筋を鍛える特訓ということだったんですね。なるほど、アイドルの和奥が深いですね。そういうことなら私全力で思い出を語りますね。任せてください。それじゃあ私とラグビーの出会いをお話しします。私、お父さんの影響でラグビーを始めたんです。小さい頃からお休みの日はラグビーの試合に連れて行ってもらったりしました。あと誕生日プレゼントにはラグビーボールをお願いしたり、マイボール嬉しかったな。そうそう、小学校の時は自己流の特訓やってました。やっぱり特訓って子供の憧れじゃないですか。校庭うさぎ跳び10周とか、廊下の端から端までシャトルランとか、友達をタイヤチューブに乗せて引っ張って家まで帰ったりしましたよ。
懐かしいなあ。私分かっちゃいましたよ。このコーナーの本当の意味、アイドル筋を鍛えるヒントが思い出の中にあるってことなんじゃないですか。そうなんですね。すごい。アイドル、アイドルといえばファンの皆さんを引っ張っていく存在。トップに立ったら日本中のみんなを引っ張っていかなきゃいけない。つまりアイドル筋の正体とは、何人でも引っ張っていける鍛え抜かれた足腰。あの時友達を引っ張っていったあの特訓が今のアイドルとしての私を支えているんですね。うおー、私がぜんやる気出てきました。もっともっとアイドル筋を鍛えて、少しでも多くの人を引っ張っていけるようにしなくちゃ。こうしちゃいられないです。私ちょっと走り込み行ってきます。止めないでください。私はトップを目指します。以上、思い出トークのコーナーでした。レッツ演技力を磨け、アドリブシチュエーション。このコーナーではアイドル活動に必要な演技力を身につけるために用意されたお題のシチュエーションに合わせてアドリブで演技に挑戦します。いやー、走り込みって気持ちいいですね。心が晴れます。アイドル力もアップした気がします。このコーナーも全力でいきますね。それではお題はこちら。ずっと気になっていたあの人を勇気を出して誘っちゃってください。誘う？はあ、ドキドキしちゃいます。でもトップを取るためには必須ですよね。頑張ります。誠心誠意誘います。それでは行きます。あの、私ずっとあなたのことが気になってました。あなたのその体、私とラグビーやりましょう。目指せ花園。さあ一緒にあの夕日に向かって、そういうことじゃない？ああ、ラグビーじゃないってことですか。何ですかね、陸上です？水泳ですか？あ、じゃあ間を取ってトライアスロンにしましょうか。え、デートに誘う？デートって何のスポーツです？デートデートってあのデートですか？そういうのって私やったこと本当にやらなきゃダメですか？でもデートってどこに行けばいいんですか？二人でどこかに行くんですよね。よくわかんないです。わかんないですが、不可能を可能にするのがアイドル。私全力で挑戦します。やる気があれば何でもできる。行きます。
ラジオがこんなに疲れるものだなんて知りませんでした。まだまだアイドル金不足ですね。次までにはもっともっと仕上げてきますから、楽しみに待っててくださいね。それでは最後にプチコーナー、普通の言葉に魔法をかけて可愛く言っちゃいます。シンデレラワードでお別れです。ささみ、以上日のあかれでした。バイバーイ。失礼します。わあ、ここがラジオのスタジオなんだ、すごい。あれ、まだ誰も来てないのかな。今のうちいろいろ見ちゃおーっと。スタジオって意外と狭いんだ。あ、このヘッドホンすごい。うちにあるやつよりすごい音しそう。あ、これマイクかな。あ、はじめまして、赤木ミリアです。こんな感じかな。あ、こっちの大きい箱みたいなのは何かな。 DJ の人が使ってるやつかな。ヤウヤウみたいな。あれ、このボタンは何だろう。ポチッ。お、変な音。えい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 。あ、面白い。スタジオっていろんなものがあって楽しいな。あ、あっちにあるのは何だろう。あれ、私何もしてないのに。あ、スタッフさん、ごめんなさい、勝手に遊んじゃって。でも、とっても楽しかったです。今日はよろしくお願いします。デビュー特別企画、目指せシンデレラナンバーワン。デビューしたての新人アイドルたちが明日のトップアイドルを目指して、アイドル力をアップするべく精一杯頑張る番組、目指せシンデレラナンバーワン。パーソナリティの赤木ミリアです。わーい、とうとう始まったよ、私のラジオ。すっごく楽しみにしてたんだ。昨日はね、何喋ろうかなって考えてたら眠れなかったの。そうそう、ラジオパーソナリティは滑舌が大事って聞いたから早口言葉も練習したんだよ。やってみるね。赤巻髪、青巻髪、黄巻うまい。あれ、おかしいな、昨日はできてたんだよ。ほんとだよ。もう一回いくね。せーの、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪。ほら、できたでしょ。やったそれじゃあ自己紹介いくね。赤木ミリア、東京都出身、小学5年生の11歳です。血液型は AB 型で、星座はお羊座です。趣味はおしゃべりで、好きなものは可愛いもの。洋服とかアクセサリーとか好きだし、動物も好き。あとあと、お菓子とかメモ帳とか消しゴムとか。あ、そうそう、この新曲の衣装もすっごく可愛くって気に入ってるんだ。ね、可愛いでしょ。嬉しいな。私ね、アイドルになって本当に良かったって思ってるんだ。可愛いものに囲まれて楽しいことがいっぱいで、歌もダンスも楽しいし、ラジオも楽しいしね。他にもアイドルになってやってみたかったこといっぱいあるの。私どんどん挑戦していろんな経験していけたらなって思います。それじゃあそろそろコーナーの時間だね。もっともっとおしゃべりするから最後まで全部聞いてくださいね。特訓、思い出トークで昨日の自分自身と向き合おう。思い出についてトークをして自分自身を見つめ直し、自分の魅力を再発見しちゃおうというコーナーです。思い出か、最近あったことといえば、そう、私この間お姉ちゃんになったの。妹が生まれたんだよ。
げたらね、すごい喜ぶんだよ。あとね、ミルクあげたり、おむつ替えたりもやってるの。お母さんもお父さんも大変だから、お手伝いしてるんだよ。だって、私お姉さんだから。えらい？そんなことないよ。普通だよ、普通。妹が生まれて、お姉ちゃんになるんだって、すっごい嬉しかった。でもね、ちょっと寂しいなって思っちゃった時期もあったんだ。私、今まで一人っ子だったから、いつもお母さんとお父さんと一緒だったし、お父さんに抱っこしてもらったり、お母さんになでなでしてもらったりして、甘えてばっかりだったの。もうお姉さんなんだから、我慢しなきゃって思ってるんだけど。偉くなんかないよ。私、全然子供っぽくってダメだなって。あ、でもね、でもね、今はあんまり寂しくないんだよ。だって、ファンのみんなとか、スタッフさんとか、アイドルのみんなが優しくしてくれるから。この間、それをお母さんに伝えたらね。偉いねって、頭なでなでしてくれたの。その後、いつでも甘えていいんだよって言ってくれて嬉しかったな。なんか恥ずかしいな。これからもお姉ちゃんとして頑張ります。でもたまには甘えちゃってもいいよね。以上、思い出トークのコーナーでした。レッスン、演技力を磨け、アドリブ出演者。このコーナーでは、アイドル活動に必要な演技力を身につけるために、用意されたお題のシチュエーションに合わせて、アドリブで演技に挑戦します。わーい！すっごい楽しそう！アイドルって感じだね。よーし、頑張るよ！それでは、今日のお題はこちら。お兄ちゃんに好きなことをおねだりしてみよう！私、お兄ちゃんって憧れてたんだ。優しくて、面白くって、ちょっとだけかっこいいお兄ちゃんがいたらいいなーって。何をねだりしようかな。うん、それじゃあ行くね。お兄ちゃん、ミリアとデートしよう。服屋さん行って、雑貨屋さん行って、それからクレープ買って食べ歩きするの。あ、お母さんには内緒だよ。その後、遊園地行ってジェットコースター乗るの。あ、動物園もいいな。私、レッサーパンダが見たいな。それから、それから。ダメ？なんで？おねだりは一つだけなの？わがまま言う子はダメ？そっか、一つだけか。よし、それじゃあもう一回行くね。お兄ちゃん、ミリアね、お兄ちゃんになでなでしてほしいな。ダメ？わーい、これならおねだり聞いてくれるかな。はー、なんて。それじゃあ、レッスン大成功だね。以上、アドリブシチュエーションのコーナーでした。エンディング。わー、すっごい喋っちゃったけど、まだまだ喋り足りないよ。もっともっといろんなお仕事やって、もっともっとみんなの前でおしゃべりできたらいいな。これからも頑張るね。それじゃあ最後にプチコーナー、普通の言葉に魔法をかけて可愛く言っちゃおう、シンデレラワードでお別れです。ちゃんぽん。以上、赤木ミリアでした。バイバーイ。こちら、ただいま、ウサミン星からの電波を受信しました。ピピピピピ、エマージェンシー
マージェンシー。このラジオはただいまより我々ウサミン星人のものうさ一億総ウサミン星人化計画のためにウサミン電波を撒き散らすうさ。というわけで今日からこのラジオはウサミンによるウサミンのためのラジオウサミンラジオになっちゃいます。みんなをウサウサミンミンにしちゃいますよ。覚悟してくださいね。ウサミン決まった。やばい楽しいあー電話電源切るの忘れてた。あ、お母さんごめん今仕事中。え、選挙のハガキが来てる？あ、わかってるってば。行くよ行くから。来週ね。それじゃあ後で掛け返す。あ、落花生はもう送らなくていいからね。今のもウサミン星からの電波で。ウサミン星も政権交代で大変なんです。アベナミクス。なんちて。今のはカットの方向でお願いします。ゴン。それでは。番組スタートです。ウサミンパワーでメルヘンチェンジ。あなたのハートをミンミンウサミン。ウサミンラジオのパーソナリティ阿部ナナです。世界中の皆さんはじめまして。ウサミン電波受信してますか？ウサミン星からやってきました永遠の17歳、阿部ナナです。ウーサミン。あ、このウーサミンっていうのナナの決め台詞なんですよ。一緒にやってくれると嬉しいです。それじゃあもう一度いきますよ。せーの、ウーサミン。よくできました。これでみんなもウサミン星人の仲間入りだよ。あ、スタッフさんもご一緒に。せーの、ウーサミン。あれ？もしかして弾いてます？あれあれ、おかしいな。あ、ひょっとして元気がないのかな。そっかそっか。それじゃあウサミンが元気になる魔法をかけてあげますね。いきますよ。ウサミンビーム、キュンキュンキュン。どうです、元気出ちゃいました？え、辛くないのかって？なんでですか。今は CD も出せて、こうやってラジオにも出られて、歌って踊れる声優アイドルっていう長年の夢が少しずつ叶ってるところなんです。毎日本当に楽しいです。それにうさみんのお耳には夢と希望とファンのみんなからの愛が詰まってるんですよ。あ、分かってくれました。これでスタッフさんもウサミン星人の仲間入りですね。よーし、今日はこんな感じでウサミンのラブリー電波を発信しちゃいますから、最後まで残さず受信してくださいね。ラジオの前のみんなだけに教えちゃう、ナナの秘密。会社のみんなには内緒だよ、ウサミンヒストリー。このコーナーではウサミンの魅力をみんなに知ってもらうために、ウサミンの歴史についてお話しします。それではウサミンヒストリー、始まり始まり。ウサミン製の一般家庭に生まれたナナは、ウサミンパパとママに愛されてすくすく育ちました。そして16歳の誕生日の時、声優アイドルになるために人参の馬車で地球にやってきたのです。それからはメイドさんのお仕事をしながら夢に向かって頑張ってます。ゴーゴーウサミン、夢が叶うその日まで。え、設定はいいから普通に話せ。設定じゃないです、ウサミンヒストリーです。もう、声優アイドルを目指したきっかけは、子供の時に見た女の子が魔法でアイドルに変身するアニメです。その変身ステッキとかお父さん、ウサミンパパにおねだりしたな。
そうそう、そのアニメ見てるとき、ママが勝手にチャンネル回しちゃって喧嘩したり。懐かしいな。え？チャンネル回すってどういう意味かって？知らないんですか？こうガチャガチャってチャンネル回すテレビ。あっていうのがおばあちゃんの家にあったんですよ。まあとにかく子供の頃の夢がようやく叶って今こうしているわけです。これからは声優さんのお仕事に挑戦していきたいし、テレビとかも出られたらいいなって思ってます。あ、バラエティ番組とか楽しそうですよね。でも熱湯風呂に入ったりスケスケ生着替えとかは勘弁ですよ。あっていうのは物の例えですけどね。というわけで、うさみ、これからどんどん活躍してアイドル界に新たな歴史を刻んじゃいます。ラジオの前のあなたが生き証人ですよ。キャハ。以上、うさみヒストリーでした。レッスン、演技力を磨け、うさみシチュエーション。このコーナーでは声優アイドルを目指すうさみんが演技力アップさせるために、うさみん星からの指令を演技でズバッと解決しちゃうコーナーです。あわわわ、早速うさみん星からの指令が来ちゃいました。ピピピ、エマージェンシー、エマージェンシー、うさみん星の王子が毒人参を食べて眠ってしまったうさ、うさみん星の一大事うさ、清き乙女のキスで目覚めさせてほしいうさ。清き乙女うさみ呼ばれちゃった。私行かなきゃ。うさみワープ、キュピン。うさみは飛んだ。千うさみん光年彼方の母性に向かい、その清き魂を美しく輝かせ。シュタ、王子様、おいたわしや。今、ナナが助けてあげますからね。ナナ、初めてのキスだけど、ウサミン星の平和のために頑張ります。ギュー、やったわ、王子様が目覚めた。でも、王子様、ごめんなさい。私、王子様とは結ばれない運命なの。だって、ナナは、みんなのアイドルだから。ナナを待ってくれるみんながいる地球へ帰ります。ごめんなさい。ウサミワープ、キュピーン。ウサミは飛んだ。地球時間にして1時間彼方の地球に向かい、その麗しき耳を美しくはためかせ。シュタ、みんなただいま。ナナはずっとみんなと一緒だからね。こうしてナナはウサミン星の危機を救い、声優アイドルとしてファンに囲まれ幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。っていうシチュエーションはどうですか？ウサミンの迫真のキスシーン、ドキドキしちゃいました。それじゃあ、うさみにメロメロになっちゃう魔法。そういうのはもういい？そんな。ちなみにレッスン、成功ですか？ですよね。まあ、ちょっと地球の人にはうさみのラブリーさが伝わりにくかったかな。次はもっと電波強度アップしてメロメロにさせちゃいますから、覚悟しててくださいね。以上、うさみんシチュエーションでした。エンディング。みんな、うさみんラジオどうでしたか？キュンキュンしちゃった。それじゃあ、名残惜しいですけど、人参の馬車がお迎えに来てしまったので、そろそろお別れの時間です。それでは最後にプチコーナー、普通の言葉をウサミンパワーでメルヘンチェンジ、ウサミンワードでお別れです。アジタマ。以上、あなたのハートをミンミンウサミンアベナナでした。バイバイ。
をしてくれてありがとうございました。すっごく楽しかったです。私終電あるのでお先に失礼しますね。人参の馬車はどうした？そう、人参の馬車は東京駅から乗り継ぎです。すいません、遅くなりました。新田みなみです。今日は収録よろしくお願いします。まだ時間前？でも時間ギリギリですよね。準備とか大丈夫でしょうか？よかった。私初めてのラジオでちょっと緊張しちゃって。はぁ、暑い。あ、こんな格好ですいません。サークルのミーティングからそのまま来ちゃって。え、サークルですか？ラクロスです。もう一度？ラクロスです。ラクロスですよ、ラクロス。あんまり馴染みのないスポーツですもんね。私も大学入ってから知りました。こっちのラケットみたいなのはクロスって言います。結構長いんですよ。電車に乗るとちょっと大変です。あ、そろそろ開始時間ですね。改めまして、今日はよろしくお願いします。デビュー特別企画、目指せシンデレラナンバーワン。デビューしたての新人アイドルたちが明日のトップアイドルを目指してアイドル力をアップするべく精一杯頑張る番組、目指せシンデレラナンバーワン。パーソナリティの新田みなみです。私がラジオのパーソナリティなんてなんだかドキドキします。せっかくいただいた機会なので精一杯頑張りますね。一緒にドキドキして聞いてくれると嬉しいです。スタッフさんがドキドキしてどうするんですか、もう。なんて緊張をほぐしてくれたんですよね。ありがとうございます。一緒に頑張りましょうね。名前は新田みなみ、19歳です。大学に通いながらアイドルさせていただいています。大学ではラクロスサークルに入っていて、勉強もスポーツもお仕事も全部頑張りたいって思ってます。趣味はラクロスと資格取得です。 あんまり可愛くない趣味ですよね、資格取得。偉いですか？そんなことないです。私自分が本当にやりたいことを見つけたくていろんな資格に挑戦してるんです。やっぱり簡単には見つからないですね。どの資格もまだしっくりこなくて。でも今はアイドルのお仕事を始めて確実に自分のやりたいことに近づけてる気がするんです。たくさんの人に私を見てもらって、たくさんの人を笑顔にできるって素敵ですよね。そのためにも歌やダンス、お芝居にグラビアに何でも挑戦してみたいです。経験あるのみですよね。まだ露出の多い衣装を着るのは少し抵抗あるんですけど、今回の衣装とかもちょっと恥ずかしいな。似合ってますか？ありがとうございます。これからしっかりアイドル活動を頑張っていきますので応援よろしくお願いしますね。ラジオも最後までお付き合いください。特訓、思い出トークで昨日の自分自身と向き合おう。昨日あった思い出についてトークをして、自分自身を見つめ直し自分の魅力を再発見しちゃおうというコーナーです。昨日はキャンペーンガールのお仕事をしてました。新発売のスポーツドリンク発表のステージだったんですけど面白かったです。あ、でもその衣装がちょっと露出が多くて、お家で一度着てみたんですけどパパがムスッとしてました。私ああいうステージのお仕事って好きなんです。
お客さんの反応が直接見えるから。みんなが笑顔になってくれたら気分が高まるっていうか、すごく気持ちいいんです。あ、変な意味じゃないですよ。私、学校のミスコンで初めてステージに立ったんです。今でもその時のことを思い出します。みんな盛り上がってくれて、応援してくれる家族とか、友達とか、知らない人まで私を応援してくれて、私、すごくたくさんの人に愛されてるなって、幸せな気持ちになっちゃいました。あのミスコンの経験があったから、アイドルにスカウトされた時、やってみようって思ったんです。自分に何が向いてるのかわからないから、経験してみたいっていうのもあったんですけど、あの時みたいな気持ちになれたらって…あ、変じゃないですか？よかった。ありがとうございます。これから、もっともっと、たくさんの人を笑顔にできるアイドルを目指して、頑張りますね。以上、思い出トークのコーナーでした。レッスン、演技力を磨け、アドリブシチュエーション。このコーナーでは、アイドル活動に必要な演技力を身につけるために用意されたお題のシチュエーションに合わせてアドリブで演技に挑戦します。本日のお題はこちら。大好きな彼氏に思いっきり甘えてください。うわぁ、すっごい恥ずかしいお題ですね。難しいな。え、彼氏ですか？いませんよ、いたことないです。それに、今はそういうのはいいかなって。本当ですよ、もうやめてください。それじゃあ、デートでカフェに入った感じで行きますね。ねえ、あなたのやつすっごい美味しそうだね。一口ちょうだい。あダメですか？それじゃあどうすればいいか教えてください。もっとセクシーに。わかりました、みなみ、決めます。今日はずっと一緒にいたいな。ねえ、ダメかな。今の結構頑張ったんですけど、難しいですね。え？これをすごくセクシーに読んでください。この紙を読めばいいんですね。それじゃあ、行きますよ。みなみ、行きます。みなみと、ラクロスしよう。全然意味がわからないんですけど、これって、ただのスタッフさんの趣味じゃないんですか？嘘つかないでください。公私混同とかそういうの困ります。私、嫌いになっちゃいますよ。なんて。本当に怒ったと思いました？私、演技の才能あったりして。ドッキリですよ、ドッキリ。これくらいじゃ怒らないですよ。でも、あんまり女の子に変なこと言わせないでくださいね。素直でよろしい。それじゃあ、演技のレッスン成功でいいでしょうか？ありがとうございます。みなみ、やりました。以上、アドリブシチュエーションのコーナーでした。エンディング。お疲れ様でした。ドキドキしっぱなしでしたけど、ラジオ楽しかったです。また一ついい経験ができました。ありがとうございます。それでは最後にプチコーナー、普通の言葉に魔法をかけて可愛く言っちゃおう、シンデレラワードでお別れです。ストレッチ。以上、新田みなみでした。バイバイ。
小清水幸子のオープニングトーク。トークテーマは特にありません。なんでかって？そんなの決まってるじゃないですか。僕は可愛いですからね。僕の可愛さは声からもにじみ出ちゃってるでしょ。つまりテーマなんて必要ないんです。僕の可愛い声を聞けるだけで光栄でしょ。さあ存分に聞いてください。さあさあ。ふふーん、とはいえテーマがないと喋ることがないですね。これじゃあ僕の可愛い声を皆さんに聞かせてあげられないじゃないですか。仕方ありませんね。次からはテーマに沿って話してあげましょう。僕は優しいですからね。感謝してくださいよ。ふふん、いいですよ。とりあえずもっともっと褒めてください。それではこの調子でいきますよ。可愛い僕のラジオスタートです。デビュー特別企画、目指せシンデレラナンバーワン。デビューしたての新人アイドルたちが明日のトップアイドルを目指してアイドル力をアップするべく精一杯頑張る番組、目指せシンデレラナンバーワン。パーソナリティの小清水幸子です。まあ今は新人ですけど、僕の可愛さをもってすればすぐに売れっ子になること間違いなしですよ。当然です。それではまだ僕のことを知らないかわいそうな人たちのために自己紹介をしてあげましょう。小清水幸子、14歳です。ごく普通の可愛い中学生だった僕はスカウトされてアイドルになりました。やっぱり僕の可愛さってどうしても目立ってしまうみたいで、世界が放っておいてくれないんですよね。そんな僕ですけど、可愛いだけじゃないんですよ。趣味に勉強ノートの聖書とあるように、家では授業の予習復習は欠かしません。いかにアイドル活動で忙しいとはいえ、学業との両立ができないようでは学生アイドル失格ですからね。どうです、才色兼備とは僕のためにあるような言葉でしょ。そうでしょうそうでしょう。可愛くそして賢い僕のラジオ、皆さん興味津々ですよね。それでは早速コーナーに行きましょう。僕の可愛さとことん聞かせてあげますからね。最後まで聞いてくれなかったら知りませんよね。特訓、思い出トークで昨日の自分自身と向き合おう。昨日あった思い出についてトークをして、自分自身を見つめ直し、自分の魅力を再発見しちゃおうというコーナーです。昨日は習い事の日でしたね。今時のアイドルはマルチタレントが求められますから、ピアノに習字、英会話など何でもこなしてますよ。驚きました？何を驚いてるんですか？才色兼備の僕ですから当然でしょ。失礼ですよ、まったく。それから小さい頃は体が丈夫になるようにと水泳も習ってましたね。泳ぐ姿も可愛い僕はさながら人魚姫ですよ。はあ、ここがスタジオなのが残念です。海だったら僕の可愛い平泳ぎを見せてあげられるのに、熱帯魚とダンスだってできちゃいますよ。じゃあ次までに僕が活躍する舞台用意してくださいね。可愛い僕を見るためだったらそのくらい当然ですよね。物分かりが良くてよろしいです。さすが僕のラジオのスタッフさんなだけはありますね。そんなに人魚姫になった僕の姿見たいですか？あ、僕の水着姿を想像してるんじゃないでしょうね。まったく、ま、可愛すぎる僕が罪なんですよね。ふん、特別に許してあげましょう。これで僕の多彩さ、可愛さは存分に伝わったでしょ。さ、この調子で次のコーナーに行きますよ。まだまだ可愛い僕から耳を離さないでくださいよね。レッスン、演技力を磨け、アドリブシチュエーション。このコーナーでは
アイドル活動に必要な演技力を身につけるために用意されたお題のシチュエーションに合わせてアドリブで演技に挑戦します。演技なんてしなくても僕の可愛さは十二分なんですけどね。可愛い僕は演技だって余裕でできちゃうってこと教えてあげますよ。お題は何ですか？僕の可愛さが引き立つものでお願いしますよ。あ、何？雷の音が聞こえるわけないじゃないですか。今のは演技ですよ。怖がる僕、可愛かったでしょ。今のも演技です。可愛い演技でしょ。やっぱり僕は可愛いんですね、ね。まあ当然すぎて嬉しくもなんともないですけどね。レッスンは当然の成果ですね。以上、アドリブシチュエーションでした。エンディング。はぁ、辛いです。何が辛いかって決まっているでしょ。僕のラジオが終わって世界中の人が僕の声をこれ以上聞けなくなってしまうことです。はぁ、かわいそうな皆さん。でも大丈夫です。僕は皆さんの心の太陽となっていつまでも輝き続けますから。それでは最後にプチコーナー、普通の言葉に魔法をかけて可愛く言っちゃおう、シンデレラワードでお別れです。フライパン。以上、小清水幸子でした。バイバーイ。え、何ですかスタッフさん。海に行く？今から？え、泳ぎの舞台を用意してとは言いましたけど急すぎますよね。え、これウエットスーツですか？海で何を？素潜りで魚取り？そんなのやったことないです。人魚姫だから大丈夫？って、まあ人魚姫のように泳ぎが上手で可愛い僕なら余裕ですけどね。いや、間